雨降って地固まる。今雨降ってるんですね。スペガンです。今日はですね、僕が、最近ローンチパッドというかですね、64パッドのフィンガードラムをほとんどしてないんですけど、ですが、64パッドは実は使っています。で、ショート動画とかでね、コードの練習って言ってあげてるんですけど、もうまさにそれです。僕の使い方。最近の64パッドの使い方は、もうほぼコード練習とか、ピアノを弾くとかっていう時に使っているっていう感じですね。結構ですね、この実は何ヶ月かで、いろいろメロディー楽器ちゃんとやった方がいいなと思って、やり直そうと思ってですね、NI の S61 とか、あとギターとかね、買ったりしてやってたんですが、やっぱりですね、両方とも別に舐めてたわけじゃないんですけど、やっぱ楽器を一からやるっていうのに感覚がすごく近くて、幼少の頃ピアノやってたっつったって、もう忘れてるし、ギターも高校時代とかにバンドで遊ぶ感じでやってた程度だったので、ジェイザーちゃんとやろうとなると、僕ちょっとバカなんで、ものすごい本気でやっちゃうんですよね。で、そうするとですね、どっかで、フィンガードラム練習しなきゃな、みたいな罪悪感が常に、あると。で、そういう時にですね、って思ってたのが、パッドでやっぱり演奏するっていうのがいいのかなって思ったんですよね。こういう、こういう、なんていうんですかね。ちょっと一見難しそうに見えるんですけど、実は法則性を分かっちゃえば、すごく簡単だっていうことに、改めて気づかされたんですね。その、鍵盤やギターやったおかげなんでしょう、きっと。パッドってめちゃくちゃ楽だなって思いました。理解するのも楽だったし、演奏するのもやっぱり普段フィンガードラムでパッドばっかり叩いてるので、その感覚をちゃんと、なんていうんですかね、共有できると。で、僕にとっては、メロディー楽器とかを弾いたりするのはこういうやっぱりパッド系がいいんだなってことが一つ分かってですね。もうパッドだけで、トラックメイクも、フィンガードラムも、ピアノ演奏とかも、もうパッドだけでやろうって決めたんですよね。余計な、鍵盤とかでこうやってやれたらかっこいいなとは思うけど、鍵盤でかいし、いいやつ高いし、でもパッドだったらソフトウェア音源でいいし、こんなんもう2万ぐらいで買えるし、なんならこういうこれのちっちゃいバージョンとかもあるわけですね。これは、ノーベーションミニ MK3 かなっていうのがあるわけですね。で、僕今これガレージバンド iPhone に、これは iPod Touch ですけど、ガレージバンドをにつないで、もうピアノが弾けちゃうわけですね。簡単に。で、もうちょっと言うと、これは、ちょっと押し込み式なんですよ。ボタン式っていうのかな。で、かつ、こういう風につなげたらパッとこういう風になってくれるわけじゃないんですね。なんかね、このキーっていうボタンを押すと、キーボードみたいになっちゃうんですよね。こういう風に、これ4度のクロマチック。フォースクロマチック。モードみたいな感じなんですけど、プッシュ2とかでも見られたりする並びなんですよね。こういう風になってくんないんです。で、自分で、このノーベーションのコンポーネントみたいなのにパソコンでアクセスして、全くこれと同じ配置でノートを置いていけば作ることができます。一応僕の方はそういう風に作りました。すげえめんどくさかったです、はっきり言って。 X にはそれが最初からあるのに、なんかMK3 だとないっていう。これ自分で打ち込みました。色も。もう全く一緒なんで。X とかと同じ。で、ちょっとこう、オクターブが効かないんですよね、さらに。なぜか知らないけど。なので、オクターブ下下げるときは僕はまた違うところにセットしました。それもめんどくさかったです。はい。そんな感じでですね。僕にとって64パッドっていうのは、プッシュ2とかだったらですね、そのままサクサクフィンガードラムのレイアウトができちゃうので、とてもいいなと思ってるんですが、実は、
まあ、僕ローンチパッド X でもフィンガードラムしてる動画、1、2個ぐらいしか上げてないんですけど、一応上げてありますが、ここでですね、まあもうなんていうのかな、そんなことねえよっていう人がいるかもしれないのを分かった上でもう一言バッサリ言っちゃいますけど、ローンチパッドはフィンガードラムには向いてないです。感度とかそういう話じゃないんですね。レイアウトがとにかくめんどくさいんです、いちいち。プッシュ2とかだったら、あ、ここにキックがいいなと思ったらデュプリケートボタンを押せば、このキックをここにコピーする、複製することができるんですよね。それはアディクティブドラムだろうがなんだろうが同様にできちゃいます。だけどローンチパッドだとですね、そもそもこのデュプリケートボタンみたいなのがないので、まあパソコン上でこうなんていうんですかね、複製みたいなのができるんですけど、そうすると今度ここが色が光らないわけですよね。赤赤とかにしてるので、ここも赤にしたいじゃないですか。その時はまた、いちいちコンポーネンツにアクセスして、色をこう変更しなきゃいけないんです。で、そんなのめちゃくちゃ手間だし、めんどくさいんですよね。まあもちろん光んなくても叩けんですよね。別に覚えてれば。でもやっぱり光ってる方が目安になるし、分かりやすいし、練習ってことを考えると本当は分かりやすい方がいいわけですよ。何も練習の段階でなんていうんですかね、もう難しいハードルを高くして練習する必要はなくて、まあ本当にそういう練習が必要な時は僕は目つぶってやりますっていうぐらいの感じなんですよね。だから基本的に僕はローンチパッドはもうまんまで使えるのが一番ベストだと思ってるので、ローンチパッド X で、ピアノとかを練習する、コードの練習をするとかはすごくいいんじゃないかなと思ってます。でこっちはさっきも言いましたけど、めんどくさい作業が必要になります。自分でこういう風に並べないといけない。でも一回並べてしまえば保存できちゃうので、まあこれでもいいのかなと思ってますっていう感じで、もう結構安くて、でもやっぱ安いなりなんですよね。その、本当は、まあ、これだけでレイアウトとかまでできて、で、光らせるとかっていうのもできたらいいのになっていうのは、まあ、惜しいなって思うポイントでした。まあ、ローンチパッドプロを僕持ってないので、ローンチパッドプロだったらそれが可能なのかもしれないんですけど、まあ、ちょっといらないかなって思います。この薄さとかこの小ささってすげえ正義だと思うんですよね。本当に iPhone と相性がいいですね。まあ、ピアノだけとか、そういう音、なんていうんですかね、上物だけ弾くんであれば、もうこのセットだけで十分なんですよね。でもそこにフィンガードラムって入ってくると、なんていうんですかね、もうあらかじめ仕込んでおいて、で、そのレイアウト以外では叩けないって思っておかないと、なかなか厳しいものがあるのかなって思います。で、あと、やっぱきついのが、なんか、まあ、キックが C1 だとして、こことここ C1 に設定しちゃうと、ここ叩いた時ここも連動して光るんですよね。なんかそれがちょっと僕違和感すぎて、叩いてないものが光ってるの嫌なんですよね、すっごく。なのでそういうところでちょっとなんかあんまり好きになれないんですよね、これでフィンガードラムするっていうのは。僕の中では僕には向いてないなって思いました、フィンガードラムは。64パッドでフィンガードラムやるならやっぱりプッシュ2が最強なんじゃないかなと思います。リンストゥルメンツっていうロジャー・リンさんが作った128パッドとか200パッドっていうのがあるんですけど、まあおそらくそれが一番、そういう上ネタ系を演奏するのは向いてるんでしょうけど、なんつったのかな、アマゾンリンクとかも貼れないし、数も少ないし、なんかもう、おすすめできないんですよね。その海外から輸入するしてわざわざ買う。しかも、10万超えたりするわけですよね。で、そう考えると、なんかちょっと手軽じゃないよねっていうのがあって、僕はあんまりおすすめできない。なんかマニアックな人のためのものなのかなみたいなところがちょっとありました、僕の中では。やっぱりこう、ちゃんとね、こう、日本のアマゾンとかでも買えちゃうようなものが、やっぱり僕はいいんじゃないかなと思います。故障した時とかもね、楽だし、この値段だったら故障したら新しいの買えばいいかなみたいな感じにもなるし、在庫が常に豊富であるっていうのもすごく大事な、ところなのかなと思いました。まあ YouTube 的な動画にしやすいっていうのもあるんですけどね、僕の場合は。なので僕の場合はですね、64パッドっていうのはまあ主にプッシュ2以外のこういうローンチパッドとかの場合はもうコードの練習するためだけにしか使ってないですね。
でもそれのおかげでかなり、なんていうんですかね、その音楽的な部分が前進したかなって思います。皆さんもぜひなんかこうミニ鍵盤買うんだったら64パット買ってもいいんじゃないかなって思ってます。なんかピアノがちゃんと弾けないとなんかうまく弾けないじゃないですか、当たり前だけど。でもこれパッドとかだとなんかそういうのがちょっとそういうのから解放されるのですごくおすすめですね。今後僕もコードの練習とか64パットでもやっていくって決めたので、でそうするとですね、なんかまあライブルーピングっぽいこととかももしかしたらできるようになるかもしれないし、まあ新しい楽器っていう感じですかね。まあ僕はすごくおすすめしてますっていう感じでですね、フィンガードラムはローンチパッドでやんない方がいいのかなっていう気がちょっと僕はしていますという感じですね。なんかここのこの4つになんかポツンっていう豆みたいなのがあるんですよ。これも嫌なんですよね、僕すっごく。これ、でもなんか切るの嫌じゃないですか。なんかね、彫刻刀とかでね、削ったりするの嫌じゃん。なんか。だからなんかそういうところかな。なんか、ここポチってやる必要なくない?みたいな。プッシュ2はないですよ、こういうの。ポチっていうの。ないんですよ。MPC もないしね。だからそういうところかな。こっちもあるもん、ポチって。何なんだろう、何のこだわりなんだろうね。だこういう、まあ、ディスってるわけじゃないんですけどね。でも本当にこうピアノ系とかコード練習するときはこのガレージバンドとめちゃくちゃ相性がいいので、それはおすすめしてますっていう感じですかね。まあ僕的な最近のローンチパッドというか64パッドの仕様はそういうことでしたっていう感じですね。じゃあお疲れ様です。